どうも、りょうまです。今回はこちらのハイペーディスタンスでいいのかな、これ。ちょっとね、読み方もね、言葉の意味もわかんないんですけど、早速やっていこうと思います。ディスタンスはね、最近ね、よく聞くけどね、開始。このメッセージ見えてる？もうすぐだよ。会える時間。なんか女性っぽいね、このメッセージの感じ的に。目を閉じたまま、部屋の様子を思い浮かべる。いつもの習慣。感覚でわかる。もうすぐ目覚めの時間だ。なんだ？どこ？これ。なんだろう？これ。あ、これ時間か。結構早くない？時計を見てみよう。6時21分だよね、これ。時計に目を向ける。まだ少し早い時間だけど、起きるのも悪くない。ベッドを出て、椅子に腰をかけてから部屋の明かりをつける。これお家なの？これ。これ何？ふと気配を感じて、虚空口を見るとランプがついている。早朝、彼が食事を運んでくれる時間。これ何？病院？でも彼って言ってるよね。どこなんだ？ここは一体。さて、まずはモニターをつけよう。なんかモニターっぽいね。確かに。ここにあるね。え？下もついた。パソコン？これ。通信用モニターに目を向けた。今までにやり取りしたメッセージの数々が並ぶ。直接会うことはない誰かとのやり取り。偶然、郵政官通信で見つけた顔も知らない誰か。その相手と私はいつもメッセージを交わしていた。人生で唯一の話し相手だった。そろそろ時間だろうか。無意識に窓へと目を向ける。カーテンが自動で閉会するときのわずかにきしむ音、太陽が姿を消し、窓の外を眺める時間が来た合図。何これ、どこにいんの？開いた？ここ開いたよね。窓の外には宇宙空間が広がっている？ただその暗いその空間を眺めるだけ、そんな一日がまた始まる。この人何？宇宙にいるの？でもなんか確かに外宇宙っぽいよね。ちょうどどこかの惑星が眺められる軌道だ。今日はあの星を眺めて過ごそう。え？いつもの通信回路を開く。会話のログが表示される。こことは別の人工衛星に住む誰かとの静かなやりとり。他の星にも誰か人間がいるってこと？てかそもそもこの人人間なの？これ。あのね、私が住んでる星とあなたの星。うん。一度だけ近くを通るみたい。それ本当？計算してみたんだ。今までの軌道から。じゃあ。うん。だけど1分だけ。1分だけお互いの姿が見える？え？窓の向きが合わないから、多分片方だけ。あなたの窓から私の星が見えるはず。ねえ、見ててくれる？会話的にこっちが女性で向こう男性な感じするよね、これね。一生絶対に会うことのないただ一人の話し相手。その人が住む星を見てみたい。私はそう思った。そろそろだ。窓を見てみよう。とっと見れんの？そろそろだ。窓を見てみよう。あ、これ何？自分でクリックするってことか。もうすぐだね。うん。二つの人工衛星が近くを通る時間。私たちが生きてる間には、もう二度とないんだね。そう。だからしっかり見ててね。見てるよ。あ、ねえ、時間。うん。3、2、1、今！え？何これ？何これ、なんか白い筒みたいなの。何これ？惑星の上に浮かぶように白く巨大な円筒状の物体が見える。あれが。ねえ、どう？見える、見えるよ。あなたの住む星。これ星なの？よかった。ねえ、教えてね。私たちが住んでる星がどんな姿をしているのか。私たちの住む星、なんだね。見ることはできないけれど、私が今いるこの星もきっと同じような姿をしているのだろう。今私は知ったのを、私は知ったのだ。自分自身の姿を。綺麗だよ。私たちの星の姿。うん、嬉しい。そうしてる間にも、その星の姿は視界から離れていく。それが最後の通信だった。それ以来メッセージが届くことはなかった。交差し離れていくお互いの星の間を
何かの磁場が邪魔しているのかもしれない。その可能性は低いはずだけど、何にしても理由はわからない。ただ私たちはお互いの姿を知ることができた。そしてこれからも変わらない日々は続いていく。私たちは宇宙を観測し続ける。終わり。どういうことこれ。なんか宇宙のお話、これ何、人間だったの本当に、それとも何、でもなんか通信してたよね。ということは人間だよね多分ね。なんか難しいゲームだったなということで、ちょっとよくわかんなかったんですけどね、ここで終了しようと思います。ご視聴いただいた方ありがとうございました。